どれが気になるんですか。なんか来た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 、かわいいな。うわでかい。3ヶ月ですよね、まだ。ベル、だってベルのさ6ヶ月ぐらいの時の体重でしょ、もう。今はね、はあ、19.2キロ。ベルちゃんとこへ行って、うーって言わないよ、ベル。うんうん、うーって言わない。教育して、教育して、教育して、教育してよ。乗っけて乗っけて。うわまだだってこの前連絡いただいた時に3ヶ月と9日って言ってましたもんね、うんうんうん、だからまだあと来月の11日で4ヶ月。ああ、うん、11日生まれなんだ。そう、1月11日生まれ。あ、わかりやすいですね。うん、ゾロ目だ。かわいい。ワン君。懐っこいですね、でも。懐っこい。すごい懐っこい。家族にはね、すごい。それベルも一緒です。ベルがそのタイプです。内弁慶。そう。外ではすごいいい顔するのに。家族にはガブガブ噛むんで。毎日怒られてるね。でもなんかそういう風にやってるうちがなんかこう忙しくて面白いですよね。うんうん、まだね、体は大きいけど赤ちゃんだもんね、ベルね。お尻嫌だって。お尻嫌だって。お尻嫌だ。嫌だ。うん、嫌だね。何よね。ウリちゃん太ったの？ちょっと太りました。すごいバシンバシンつって尻尾が、こんな大きいんだ。でもびっくり。足取ってる。 足ね、ベルとさ比べたいよね。あれベルのがちっちゃいよ。だってちっちゃいよ、うん、できんだ。確かにそうだね。もうすでにこのロープのがでかい。おじょり自由だ。じゃあ、ちょっと泣く泣く泣く。お座り、お座りは、お座り、座り、座り。座れよ。座れよ。ガル言わないベル、やだ。お座り、お座り。座ってる。あ、上手。上手。ほら。泣くのが大きいもんて。ねえ、おばちゃんより手大きかった。なんか、なんか、なんかこちゃん、向こう向こう、おじいちゃんとこ、おじいちゃんとこ。ほら、ベル、ベル。これもうあっという間に抜かされちゃうね、ベルね。そうだね。ねえ、だって体重の増えてるスピードが半端じゃない。一週間に1キロ確実に。ベル何もしてないよ。踏んでんだよね。大丈夫でしょ、それぐらい。そうだよ、いつも踏まれたってさ、分かんないくせに。なんで今は分かんないよ。見てくれた。お腹かいてベルちゃん、お腹かいてお腹かく。ゴロンはゴロン。でかい。立たないと入んない。立たないと入んないか。お腹かわいい。気になるね、おばちゃん何やってんのって。おばちゃんはなんかね、お腹かいてんだよね。もう嫌になってきた。嫌になってきた。もう我慢の限界。やめてよ。飽きた。飽きたか。あいよ。かわいい。出る。いやーいいなー、大きくて。大きいのいいな。はい、何。あ、まだ乳歯だ。そうだね。乳歯だ、かわいい。いつに向けんだろうね。痛いですよね。でもなんか懐かしい感じ。はい、手の置き場がないのね。ノートが大きいからさ、収まってないんだよ。よかったね、いつ会えるんだろうな。そう、私も今日この時間だったらもしかしたらお散歩してるかもしれないから、ノア君家の方行ってみようって言って。散歩出ない出ない。あ、そうなんですか。今朝も出そうと思ったらここまで来てそのまま入っちゃった。
もうだって他の中型犬ぐらいの成犬の大きさぐらいありますもんね。うん、甘えに行った。ね、ごめんね、おばちゃんがパパとママ独り占めしてるからごめんね。ベルは全然焼き餅上がないんです。ね。はい。かわいいけど、なんかかわいいって言ってかわいいよね、僕ね昨日ボンちゃんに会ったんだよね。あ、そうですか。昨日初めて、あと子供たちのベルちゃん、ベルちゃん、うん、ベルちゃんこのぐらいの時間にお散歩してますよね、うん、ベルちゃんね、おとなしいそう、ベルちゃんはもうあの好きあらば休もうとするみたいですそうそう、ママ困ってるはい、ごめんね、ありがとうね。